はい。おい。おい。大丈夫か。マジ？大丈夫か。試合前に怪我なんて。仕方ないよ。諦めるしかない。そんな。でもこれでやっと決心がついた。そんなこと言わないでください。先輩が一生懸命頑張ってきたこと私は知ってます。俺さ、岸本さんに出会って大切なことを教えられたんだ。俺が時間をかけて育ててきたバラがサッカーだったってこと。本読んでくれたんですね。卒業してプロ入りの夢は諦める。え？でもこれからは別の形でサッカーと向き合う。海外に行こうと思う。海外？海外にはさ、日本よりもサッカーに関する仕事がたくさんあるんだ。こんな俺でもやれることがあるかもしれない。やれることやってみるよ。せっかくのバラ枯らせたくないしな。はい。